パピリオ校内製の広場、リンクーパピリオは、大阪府泉佐野市のリンクータウン駅ビルにある、商業施設の総称。2017年3月31日までは、大阪府の外郭団体である、一般財団法人大阪府タウン管理財団が、管理運営していたが、2017年4月1日より、泉佐野市が、大阪府より施設を購入した上で、管理運営を行っている。 地上2階建ての駅ビルのうち2階部分にリンクータウン駅改札口とリンクーパピリオがある。リンクータウンのセンター機能として来会社やリンクータウン駅ビルの利用者へのサービスを行っている。イベント広場、星野広場では文化的な発表の場として有志による音楽イベント等が随時開催されているほか、千秋国際市民マラソンの開催時などに 地元自治体等の賑わいイベントが開催されることも多い。一般不動大阪臨海線を挟んで、西島、東島の2つに分かれており、2階レベルの連絡通路でつながっている。24時間運用の国際空港である、関西国際空港の対岸に立地しており、駅直近の宿泊施設での利用者が多い。そのため鉄道が運行していない、時間帯にも駅には、 リムジンバスが発着しており、深夜や早朝でも人通りがある。西東東島1階に、泉佐野警察署林空タウン駅前交番、大阪府庁住宅町づくり部町づくり、戦略室タウン管理課がある。ありがとうございます。